はいどうも、キスケです。今回、シャドーバースやっていくんですけど、使っていくデッキはこちらと。えー、展開への階段3枚、ユニコが3枚、セクトル3枚、森嵐3枚、衝撃3枚、みことば3枚、グリーミニル3枚、木人3枚、ティナが2枚、フクロウ2枚、ヘクトル3枚、武トが3枚、ビューティービーストが3枚、アンリエット3枚となってますね。さあ、こちら、まあ、ニュートラルエルフなんですけど、 まあそのマシュマロさんっていう方の、えー、デッキを参考に作らせていただきました。うん。まあね、このデッキはね、非常にアグロロイヤルに有利が取れて、まあ例えば木人であったりとか、まあ衝撃であったり、ユニコであったりね、うん。コ言葉もね、結構ね、刺さってくれるんですよね。やっぱり、えー、ケンタウルスヴァンガードとか、まあパレスフェンサー、 まあ結構ね、相手のアグロロイヤルだとまあ体力が1っていうのがね結構あるので結構刺さってくれると。ヘクトルあたりをねもうポンって置いてあげればもう完全に止まってくれるんで結構強いですね。しかもそのビューティービーストとアンリエットの結構その王道なコンボなんですけども今の環境ね結構そのビューティービーストに対するあれがねないんですよねあの対策があまりないので まあ、しっかり勝てるデッキなんじゃないでしょうか。まあね、減少ドラゴンであったり、えー、ランプドラゴンであったりとかはね、まあ、結構五分五分の試合になってくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ結構ね、その序盤に、えー、守って攻めて守って攻めてってね、まあこのフクロウもね、結構ね、その、刺さってくることがあるので、 うまいことを使って、まあ、相手の顔面を削ってあげて、まあ、ビューティービーストとアンリエットとこう締めくくってあげるっていうね、そういう動きが非常に強くなってくるので、まあ、原初に、原初にも負けないと、うん、五分五分の戦いができるので、決して今の環境を勝てないっていうデッキではないです。はい、それではね、こちらのデッキ使ってランクマッチ回っていくんですけど、よろしければね、チャンネル登録、グッドボタン、えー、動画の方最後まで見ていってください。それでは、ランクマッチいってみよう。はい、お相手は、 ロイヤルですねまだいますね、やっぱり。まあ、ちょっとずつね、やっぱりそのドラゴンがね、非常に増えてきて、まあ、そのアグロ、フェイスロイヤルの、まあ、その、対処もね、どんどんされてきて、まあ、結構ね、勝つのが難しくなってきてるんですけど、やっぱりまだいるね、うん、まだいる。まだいるので、しっかりとねこいつで勝っていきたいですね、しっかり勝っていきたい。アンリエットか、まあ、ここ何もすることできないですね。 まあ次のターン、心優しき木人を置いてあげればもう結構止まるんじゃないかなと思います。今、はい、これで取られるんかな。木、うん、人が取られちゃうんですけど結構まあシャットダウンできるのでいいんじゃないかな。さビューティービーストも引いていく。ここは心優しき木人と高攻を引いてもね結構な勝率を誇ってるので非常に強いですね。うん、まあ、疾が飛んできたらちょっと嫌ですね。 ただまあここで考えるんですねプリンセスヴァンガードでバフをかけていくそしてこれターン終了かなあーターン終了かそれならばまあみこで取ってあげようかなっていう感じですね見言葉と言葉え木、ー、人をこう取ってあげると、まあ、こう取ってあげようしっかり処理しておきますまあ森荒らしもあるんでね結構盤面は取れるのかなと思いますさあそしてどうする ヴァンガードーーそしてプリンセスヴァンガード、うん、でまあこいつヴァン,ンガード進化でまあ顔面なくいやーこいつ目前取ってくるっていう感じですねうーんそしたらまあ森荒らし森荒らってっていう感じかなちょっと3ターン5ターン目あっ衝撃いいね衝 <laughs> 撃いいですねあそしたらどうしようかなまあ森荒で えー、2ダメージなんですよね、これが今。なので、ちょっと外れたら怖いので、まあ、ここは、見ことば進化で、えー、1、3を取って、まあ、その、衝撃打ってあげるっていう感じかな。こ、うん、れは非常に強いんじゃないでしょうか。は撃で取っておきますさあ、盤面しっかり処理していきましょう。 まあその相手5ターン目にしてはね17点こちらが残ってるのでまだ大丈夫なんじゃないかなと思いますね、えー、次のターン、まあ、ビューティービス出したいなっていう気はするんですけどどうでしょうか、うん、どうですかねいいすかまあそいつ進化で取ってきますよねそしたら、まあ、トランプナイトがやっぱり厄介なんだよなうん 必殺持ちがいるんでねどうしてもどうしてもちょっと厳しいんですよね、まあ、ビューティービーストでいいかここビューティービーストでちょっと荒らすかビューティービースト進化でちょっと顔面をね荒らしていこう、まあ、グリーンにはそんなに急がなくていいかなまだリーサルは空いてないのでしっかりと取って、まあ、顔面にいければアンリエットにつなげられるので さあ、ビビューーティービストどうするもう完全に無視して顔面取ってくるって感じかな女王様うん必殺じゃ死なないですからねさあアルビダの号令のでもこいつ進化で顔こいつかこいつ進化で顔面って感じかなあーそうですね<前>そうしたらまあ、グリームニル貼ってあげたいですねグリームルを貼ってあげたいですね <laughs> まあ完全無視でしょうね そしたらどうしようかな。主語が欲しいですね。舞踏か。まあ舞踏悪くないけど。あ、舞踏悪くないですね。えー、舞踏打って、り荒らしで処理して、ここでってあげようか。これでいいんじゃない主語が出ちゃうと厳しいんですよね、正直。主語が出ちゃうと厳しいんですよな。<ざ> インスバンガロー、まあ、相手進化権ないですからねそんな一気に来ることはないとあージュリエット、まあ、これ取れないですからねこれでアンリエットでリーサルトはい勝ちです強いいや先攻引いたんですけど後攻でも勝てますはいお相手はヴァンパイアですねまヴ、あ、ァンパイアやっぱり今の環境はアグロうん アグロバンプか、まあ、復讐ヴァンパイアが流行ってるっていう感じがしますね。まヴ、あ、ァンパイアの中だとね。ヴァンパイア自体結構珍しい、うん、貴重な存在になってるので、今の環境は。本当にね、ドラゴンしかいないんですよね。うん。本当にドラゴンしかいないので。さあ、まあ、アグロかなうん。デビルシープ、アグロじゃなさそうですね。まあ、これは、森嵐で取ってあげましょうか。 アンリエット、悪くないっすね。まあ、ここは森荒らですね。森荒らし。しっかり処理してあげよう。で、ま、あ次のターン、木人置いてあげれば、まあ、もしアグロなドであれば、止まってくれるんじゃないかなと思いますね。さあ、ァングサーペント。あれ、ちょっと嫌ですね。衝撃で取ってあげてもいいような気がしますけど、ここは、ま、あ 黙人置いとくか黙人置いとこうまあ黙人置いとけば、まあ、何かと何かで取らないといけないでしょうねうんさあブラッドムーンディアボリックあんのかディアボリックあんのかただまあ回復に使われないだけマシかなひどいなん、えー。そしたらちょっと厄介ですねあいつはビューティービーストヒーティくクじゃあこれ。 袋いっていようか袋袋のスタッツが化け物 <laughs> すごいスタッツになっていくななななやばすぎ袋のスタッツが化け物なんだがまあ進化権込みで、ね、まあ何でも取られるんですよねカオスシップカオスシップだとまあ、えー、エルフの攻撃が効くかなうん袋 袋取ってくるよねそうですねじゃあまあエルフの攻撃と、えー、ユニコあたりを出していこうかなと思いますね12344点ダメージなんで全て除去できますねさあ4点与えていくここユニコでいいんじゃないかユニコあーフェアリー出しとくかちょっと待てよえー、っとねうんフェアリー出すかいや出さないここは出さない次のターンビューティービーストを完璧な形で出したいので ここはフェアリーは置きませんハウスシップ2枚目ユリウス・ブラッドウルフちょっと厄介やなちょっと厄介ですねう5点入っちゃうと簡単に取られるんだよなビューティービーストを出すかこれはねビューティービーストを出してまあ5なんでねこれでハウスシップ取ったとしても 残るのでまあ結構処理しづらいんじゃないか、うん、結構処理しづらいと思いますよこれはどう取ってくる、まあ、ブラッドウルフ1枚あれば処理できるんですねうんユリウスそ,そしてブラッドマンおっともうビューティービーストは無視ですねビューティービーストは無視かあーじゃあまあこれ相手盤面埋めてるのでもうこれ顔面行って 顔面行くかうーんそうだなちょっと待てよこっからのリーサルは多分ほぼないと思うんですよねただまあちょっと念のため取っておいてもいいのかなって気はしますねちょっと処理しておこうかとりあえずね一応念のためでまあ衝撃で処理してまだえーセクトールとまあ、グリーンに置いとくわリーサルはないんじゃないでしょうか でまあ、次のターン、まあ、何か2枚ぐらい残ってくれれば非常に戦いやすいっていうかアンリエットでリーサル取れるのでさあ目視録を打っていくただ効かないベルフェゴールさすがにしびれを切らしてベルフェゴールを出していくうんーじゃあ,まあベルフェゴールはしっかり処理してあげましょう,うまあこれ顔面いって、えー、アンリエットでもいいんですよねアンリエットでもいい アンディエットでこう、ね、修復してあげて、何名で、まあ、アンディエット進化でベルフェゴール取るっていう感じで、ね、いきましょう。こ,これは悪くないんじゃないよのうーん、さすがに90も,もう取れないよ。はは <laughs> 相手は。エメララでも無理ですし、何でも無理でしょう。うこれはもう勝ちですね。うん、これはもう勝ち。 さあ、悩んでるが、もうさすがに、回復もね、9点、9点以上、10点ぐらいまでね、持ち越さないともう無理なんでね、10点回復しても見言葉2枚あるので、まあ、リーサルは取れますね、これ。さあ、悩んでいるぞ。11点出ないでしょ、さすがに相手も。主語張ってくるっていう感じかな。まあ、目視録からの守護なんちゃらサーペントを出すっていうのが、 まあいいのかなって思うんですけど勝ちとあい強いですね非常に強い安定感がありますね勝ちですはいお相手はルナちゃんですねルナちゃんはね、まあ、やっぱりそのムクロの方がね結構今増えてきてるんですよねうんムクロの方が増えてきてるのでそれをどう処理するかって言ったら、まあ、結構厳しいものがあるんですよねやっぱり、うん、割と厳しいんですよやっぱりまあフクロウちゃんいいですね フクロウちゃん最短で出してあげれば結構処理しづらいんじゃないかまあ、ここはユニコ。おっと、動いてこない。これはありがたいぞ。非常に嬉しい。さあ、ユニコ2枚目。ここ、木人貼ろうかな。うん。木人貼ります。3、4スタッツを並べておけば、まあ、ゾンビパーリーでも取れないですからね。さあ、木人が非常に強い。 なんかね、カービィで、カービィに出てきたような気がするけど、まあ気のせいでしょう。じゃあまあ、あいつは、えー、ニュートラル引いてください。ああニュートラルっすね。いいっすね。えー、っと、1、2、3、4、4でしょ。まあ、ここ、衝撃だと、いや、衝撃いいか。そうだな、ここ、見言葉で、まあ、こう取って、こう取って、顔面いって、まあ、展開置いとくっていう形でいいんじゃないでしょうか。まあ、盤面にも結構残ってるので、割と強い。 割と強いですねさあまあ攻撃が2点出るんでねあセレス出てきましたねセレスセレスがね本当に強いんですようん <laughs> 本当に強いセレスがマジで強いまあここで3点与えれるんでねさあそしたらまあ攻撃で取れればありがたいどうだあー取れるただヘクトルの効果は発動されないので ああヘクトロの効果発動させれれば、ちょっとでかかったんですけど、まあ、ここ、大足かな。ただ、あいつ取っちゃうと、箱の少女が出てきてしまうんだよな。ただ、セレスが入ってるってことは、ミッドレンジなんですよね、多分うんなので、ちょっとエルフの装撃は、温存しておきたいですね、これは。 でまあ、ここをみことば進化で取りますみことば進化で取りますすればまあこいつが取られるっていうことはねは結構厳しいと思うんだねもう一枚セレスでまあ取るぐらいしかできないんじゃないのさあどうでしょうか大足がすごい貫禄がありますねヨロメクフシシャネクロアサシンかデ、ねえーモいた左左、えーえー、左左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 左 <laughs> おえマジかよないわそれはほんとないわマジないわーあーちょっと厳しいなそしたらうわねえわーマジでまあユニコ出しとっかユニコとセクトール出しとこうあ次のターン 多分破壊してくるんで、まあ階段が発動されてビューティービーストを引きに行きたいっていう気持ちがありますね。あ発動、発動できますね。これでまあ次のターンを4ドローできるので、これ進化減使ってくるか使ってこない。ナイス。まあエルフの装撃でしっかり除去できたらなっていう感じですね。うわ、ヘクトルすごい <laughs>。ヘクトルがすごいです。まあここ、衝撃で2枚突破して、 そうだなヘクトルでいいかヘクトルでいいですね進化権は使わない形でいきましょうビューティー,アートビーストにちょっと進化権を使いたいのでここは非常にいい形で取れましたね非常にいい形で取れたいや展開が強いなそう考えるとやっぱりいやーそれ厄介やぞ非常に厄介やなうーん どううしよユニコビューティービーストを張ってもきついんだよなどうせ力比べがあるんでねどうせ力比べがあるんだよなきついなそれきついよね <laughs> きついよな正直 ーダークアリス出されちゃうともう無理だよなうーん無理っすねまあとりあえず破壊はしておくか喫茶店残った状態が嫌なはなまあどうせ力比べでしょうねどうせ力比べなんだよなほんとにデッキすげえ減ったな おーっと <laughs> 力比べないのかこれないの力比べおな何でしょう何を狙ってるんだここビューティービースト出すかビューティービーストいやヘッドの方が良かったかうんまあまあいいかまあいいでしょう何なんだろう サタンか何なんだル <laughs> ナちゃん、何だったんだよ何のデッキだったんだ <laughs> はい、皆さんお疲れ様でした。今回、ビューティービーストを採用したニュートラルエルフをですね使ってみたんですけど、今の環境ねビューティービーストのその対策をねあまりしてないんですよね。うん あまりしてない。やっぱり原初とか出てきても、こいつにはね、もう完璧な状態で出してあげれば、ダメージがゼロになりますから、効果による。うん。なので、ビューティービーストを取るのも結構きつくなってくると。まあ、やっぱり、でも、最短で出してあげることが、まあ、ビューティービーストのデッキを使うことには大事かなっていう感じはしますね。まあ今、その、まあ結構減ってきてるんですけど、フェイスロイヤル。フェイスロイヤルには、やっぱりビューティービーストではなくて、まあ木人であったり、グリームにいる。 で、まあ、エルフの衝撃あたりをね、今、まあ、ユニコとか、まあ、結構軽めのカードを引きに行きたいですね。だと、だ、だけど、その、ドラゴン。ドラゴンと当たったときは、もう全力でビューティービーストを引きに行くことを、まあ、おすすめします。はい。それではね、よろしければチャンネル登録、グッドボタン。え、チャンネル登録はですね、画面右上の僕のアイコンから、その他、もろもろ動画出してますんで、よろしければぜひ、ご覧ください。それでは、良き、シャドーバース、ライフを、バイバイ